工事関係。工事関係。はい、じゃあよろしくお願いします。いくつぐらいだ？20歳ぐらい。すごい。この辺とかですか？痛くないですか？大丈夫です。頭痛くなったりしない？たまにあります。あります。この辺とか薄いですよね。それ絶対この辺から薄い。あ、そうなんですか。もしかしたらこの辺が悪かったら、この辺から全部あんま繋がってるんで、攻撃中に出ます。よかったら言ってください。はい。ここです。同じ姿勢やってますよ。ここ。あんまり目とか出る。もし目悪いっていうのがピアスずっとしてたメンバーの方が飛ぶと、東洋医学的に木が燃えていくんで視力どんどんしていく。だからもし目悪くなったなと思ってたら、ピアスずっと急激に乗ってくる。特に両方空いてる人です。リクエストがあったらどんどん言ってくださいね。あのいくらリクエストも無料ですから。でもやっぱり動くから筋肉柔らかいし、結構無茶します。気をつけた方がいいです。腰とか腰とか腰、もしこうやってやるんだったらこうやってしゃがんでやった方がいいです。あの結構若くてもゆっくりとかできます。引き出してます。左側は痛くないです。こっち側は来ません。腰痛くなる。来ますよ、ね。もうちょっと前に座ってます。痛くなるのも、でもこの辺からです。痛くないですか？大丈夫ですか？これはあの結構気をつけないと、あの腰やっちゃうかもしれないので気をつけてください。もう手だけでもその完全にやばい気がする。持っちゃいますか？手だけでも、こう手だけでこう出してた感じ。もし腰やっちゃったら、あの有料になりますけど、ちゃんとやりますから。やっちゃう人が治療に来るんですよ。まあ、最近はあの施設とかそういうところでやってることが多いんですけど、個人で出張をやってるときは針とか打ったりするんですよ。もう結構みんなやっちゃいますよ、いろいろ。ぎっくりの人とかもいるし、椎間板ヘルニアとかも、まあ、若いから全然大丈夫だと思うんですけど、ちょっと気をつけて、はい。頭寝てくださってたら、多分この辺とかも痛いやろうから、この辺とかもかなり痛くない。そういうとこも、この辺が全部繋がってる。あの、気をつけないと、同じあの、来ちゃうかもしれない。スポーツ選手のやり方たまにありますけど、結構みんなスイングするときにこの辺が痛めてるので、やると綺麗にスイングできるようになる。
巨人とかヤクルト。あれですよね、ちょっとこう体に力入りやすいタイプの、うん、まあ、多分こういう姿勢でやってるかもしれないですけど、全然知らない人に朝してもらったらそうですよ。何の日ですか。一応まあこれでご飯食べてみます。最近はそんな若い人はあんましないです。ホテルとか行ったらたまにしますけど、大体20代に。いや、美味しい。先介護施設とか行ったりとか、リハビリしたりしてる人とかもやったりとか、まあ、たまに選手とかもやりますけど、あるじゃないですか、試合後とか、はい、ああいうアイシング的なものがあったりとか、しかも個人でこういう方にとか、まあ、ご家族でたまには返していますけど、ご家族やってる人も結構多いですけど、友達がめっちゃやってます。もうみんなガタガタですけど、こっち全然地元じゃないんで、あれやりにくいです。めちゃくちゃ言うなと思って。気をつけた方がいいかもしれない。もう持つときにしゃがんであってもいいから、全身でも使って持った方がいいかもしれない。本当に若い人の自分は強いわけになりますから、まあ、筋力が何とか筋力があることでも言ってるみたいな。ああいう仕事やられてるからって絶対姿勢悪そうじゃないですか。柔軟だったらめっちゃコキ使わへんじゃないですか、一番下だったら。 ですよね。そのストレスもあるんじゃないですか、この辺やってるんだから。自律神経から来るようなやつもあるから、頭痛いから自律神経ちょっと乱れたりとかするから、家帰ってお風呂とかゆっくり使うとちょっとマシかもしれない。なんかありそうです。僕も友達、ね、17、18ぐらいになりかかったら、みんな社長とかしてますけど、もう若い時は本当になんか、そういうの弱かったです。神経が頭になってて、次はここが硬い。多分この奥の方なんで、仕事で針しちゃってるんですけど、もう針打ちたい。一番奥のところ。もう寝方の問題とか、首とか、こっちばっかりこうして寝てるとか、そういうのもあるから、多分背とかに。寝方ってどんな寝方ですか？あるのかな。いや、なんかちょっと横とかで寝てんのかなと思う。横向きの姿勢とか。そんな若い人は僕ないですけど、同じぐらい硬い人は見るんですけど、あいつはなんか60分の天気明かしでこれじゃないですか。ああいうのとかで昔やってましたけど、もう全身なんかこんな人でやってくれてる人とか。これからデートやった。帰るとこやった。痛くないですか、大丈夫。
使われて、使っているのが、右が多分腰とかもそうなってカバーって左も悪くなってる、まあ、それ逆のものなんだけど、多分結構な率で腰痛かったりするかもしれない。痛いですよね。にありますもんね。雨以外とか。みちゃさんちょっと借ります。そうそう、普通の椅子ですよ。みちゃさん椅子が知りたい。キャンプ用の椅子みたいな。ちょっと痛いかもしれThank you.
構気使ってんだなっていう感じがする。明らかにアメリカ英語では結構自律神経が来ちゃってるか、頭痛くなるんだ、それ。